ますが、アウェー、バンビシャスなどのスターティングファイブのご紹介です。今日がお誕生日です。1番大塚優斗、3番藤高総一郎、5番岩田登場にもご注目ください。前節ゲーム2で今シーズン最多12得点今野翔太、バウンズパスでダンクを演出、3番松崎健人。さあ西宮のオフェンス、デクアン・ジョーンズトップの位置、谷に預けて藤高がチェックに行きますが、ここはノールックパスでデクアン・ジョーンズ3お返し、今野に預けてダブルクラッチ。さあゴール下争い激しい、無文字掴んでゴール下、バスケットカウント。お力強い。さあボール経由してもう一度渡辺、インサイド侵入、バウンスパスで無ポージダンク決めます。さあ逆サイドに振って木村、そして小原、トップの位置木村、伊藤山と中に侵入、フローターシュート、バンクショット決めています。奈良がリードを広げます。リバウンド谷は掴み切る。さあ西宮に流れが来たか、ゴール下無文字、バスケットカウント。藤高個人ファール2つ目、そしてチームファール3つ目となっています。奈良キャプテンの谷、松崎ゴール下無文字、早い展開でボールが渡る、谷のシュート、スリーポイント決まりました。キャプテン谷直樹。小原ダブに送って軽やかに決めていきます。マーカスダブ、負けられないということも言っていました。さあスティールから早い攻撃、そして谷、松崎谷のコンビプレー。リバウンドはデクアン・ジョーンズ、切り込んでレイアップ、コースト2コースト、ドーハラに預けてインサイド侵入、ゴール下の無文字、ボスハンドダンク見せつけた。マットボンズ、もう一度浜高、逆サイドに振って松崎、さあシュートフェイクからもう一度スリーを狙った、今日2本目松崎健人。当時16得点谷10得点、そしてこの谷が、この松崎が続いています。後ろから狙うマットボンズ、木村斜めからゴール下小原につなげてダンク、対58、12点リード西宮、残り2分20秒。ドーハラバックパスからジョーンズのスリー、ボールを持って無文字の壁使ってインサイド侵入、バウンスパス無文字に送るが奪った長谷川、さあ走るジャクソンにつなげてレイアップ、今ブザーが鳴りました。76対64、勝利はホーム西宮ストークス2連勝です。